はい、おはようございます。やっすです。7月3日ね、7月2日のね、米国市場を振り返っていきたいと思います。今日はですね、本当にもう雇用統計無事通過しました。で、徐々にね、適温相場になってきてるんじゃないかなっていうね、そういった節もあるので、ね、ちょっとその辺をお話ししていきたいなと思うんですけども、やっぱちょっとね、インフレリスクっていうところは毅然ね、残ってるんでね、その辺に一応こう、ニュースとか今後注目しながらっていう感じになると思います。今日もね、いい内容だと思っていただけたら、最後にね、チャンネル登録、いいねしていただけたら嬉しいです。はい。初めての方は自己紹介ですけど、もともとエンジニアしてまして、その後ね、アメリカの外務会社でデータアナリストとして、今、米国の投資事業してます。続いては安ラブズテックでやってますので、ね、こちらも合わせてよろしくお願いします。今日は特に、そんなネガティブもポジティブもない感じだと思うんですけども、ややね、1、2週間ぐらい少し警戒してるっていう感じにはなりますけども、今日のね、動画参考にしていただいて、皆さんの、ね、投資判断にお役立てれば幸いです。今日の指数なんですけども、今日ナスダック循環しましたね。ダウがプラス0.04、S&P がプラス0.75で最高値、ナスダックがプラス0.81で、最高値っていうことになります。すごく基本的には、雇用統計がそんなに、何ですか、マーケットを不安視するものではない。FRB の金融政策を、そんなに急激に変更させるものではない。すなわち金利が上がらないとか、テーパリングはもう規定通りなんですけど、やっぱ長期金利ですよね。2024年とか2025年とかの金利が上がるか上がらないかっていうところが一番気になるんですけど、そこに影響を与えるものじゃないなっていうところがね、今回は、確認できたということで、ナスダックを中心に、再び株価を戻したっていう感じになります。はい。でね、これがね、ちょっとある意味適温相場になりつつあるっていうことも、言われてます。で、あともう一つ、これは記事には書かれてはいないんですけども、じゃあなんでこんだけナスダック S&P がこんだけ高値取り続けるかっていうと、やっぱ決算がいいからですよね。7月20日からの決算はめちゃくちゃいい決算になると思います。今、YouTube とかブログ見ると、インフレだとか雇用統計が不安だとかしかないですけども、ぶっちゃけこのプラスのカタリスト、プラスの方でいくと、もう決算ウルトラ好調ですからね。で、GDP もどん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 上方修正が続いてるので、一時期ダウ系が6月でピークアウトするって言われてたのが、ここ5月、6月ぐらいの、ニュースとかを見てると、どうやら9月、12月も結構その加速する。ちょっと具体的な数値忘れちゃったけど、GDP がなんか10%ね、第2四半期10%伸びたとかそういうニュースもあるんですよね。なんで、9月、12月とかも、ダウ系もどんどん加速するし、当然 S&P とかも、特に Amazon なんかはね、EPS 2年も伸び続けることが予想されてますし、結構今回の決算、かなり予想超えが続出するんじゃないかなという、すごく、かれなんか過去にないほどのいい決算になると思うんですよね。なので、そもそもそこがベースラインにあって、で、雇用統計のマイナス要素、インフレのマイナス要素で、雇用統計はそうでもなかったということなので、その辺が大したことないっていうのが分かれば、基本的には決算すごくいいので伸びていくっていう構図だと思うので、やっぱなんかね、あんまりその YouTube とかブログとかと割とこう不安を煽る方が多いとは思うんですけども、プラスという意味ではね、決算めちゃくちゃいいので、ちゃんとそこに向かっていってるんじゃないかなというのがね、ちょっと時間長くなりましたけど、そういった意見になります。ラッセルはマイナス1、ラッセル下がったんですね。ラッセルはマイナス1%。で、ビックスはかなりいい感じになってきましたね。15ということなんで、マーケットは非常に落ち着いてると思います。金利もね、1.431ということなんで、1.5%前後で安定ということなので、今日の雇用統計が特にこの債券投資家にとって、金利に脅かすものでは全くなかったってことが伺えます。今日はガファムがもうほぼプラス2っていうね、これはすごいことですよね。ちょっとなんか、少し理解が難しいですね。グロースは全然伸びてないんですけども、軒並みガファムがプラス2という感じです。インフレもあるんでね、そこまで強く買いが入る感じではないと思いますけども。で、特に Google が最高値取ってきたのかな。で、Amazon ももうすぐブレイクしそうみたいな感じだと思います。はい。Google はね、今、広告の、露出を増やしていて、そこが非常に好調で EPS 伸びてるんですよね。ただ、それって別に、広告の面を増やしてるだけなので、成長が、あと6ヶ月か12ヶ月ぐらいなんじゃないのというふうに言われてます。で、アマゾンは、コロナに関連する費用が今すごく圧縮されているので、売上も好調ですし、EPS はね、2年ぐらい伸びると言われてます。マイクロソフト 2B 好調なのでね、引き続きゆっくり伸びていきます。アップルどうだろうね。アップルは、私はちょっと今は少しネガ気味ですっていう感じですね。はい。
ダウ系がもう完全にあれですね。下落から戻ってきます。これは私のかなり見込み違いでした。当初ピークアウトすると予想されたのが、やっぱ9月、12月も、もうちょっといいよねっていうのが明らかになってきたんで、その分戻し始めてます。トレンドもね、出来高も伴ってますし、50日経線も超えてますし、引き続き少し緩やかなね、上昇基調に戻ってます。999ね、これちょっとまさかの続伸ですね。ちょっと私ここ一旦ぐだつくかなと思ったんですけど、ちょっとまた200日平均線超えてね、伸びてっちゃったので若干不安ではあります。ただ、決算もめちゃくちゃいいので、テック系も。まあ、どっかでまたギクシャクすることはあるとは思うんですけども、まあそこまで大きくね、下落するものではないと思いますけどもね、ちょっとね、まさかの続伸という感じでした。VO は引き続きね、まあいい感じで伸びてってるかなというふうに思います。はい。で、今日は、いわゆるグロース系っていうのが全然ダメでしたね。全然ダメっていうわけでもないですけども、今日の相場の割には ARKW マイナス0.08ってことなんで、まあ5月末から6月上旬、これ6月末からね、7月上旬にかけて上がってきた、グロース系っていうのは、まあ、ある意味別に、決算の伸びとか事実に基づいて伸びたんじゃなくて、割とトレンド的に伸びてきたっていうところがあるので、まあ、一旦こういった相場では、ちゃんとした銘柄っていうか、機関投資家がそのガファムとか、しっかり来年以降も伸びていく銘柄に買いが入ったのかなという感じがします。ただ一方でね、WCLD プラス1%っていうのはまたいいですね。若干ここで今、このトレンドが、まあ、ここで横横するか、下、まあ、横横踏ん張るか、下に戻るかっていうところは分かれ目だと、あんまちょっと伸びてほしくはないですけどね、感覚的には。まあ、ここでちょっと横横する感じになってほしいなと、個人的には思ってます。ただね、どちらもすごく割高まで来ちゃってるので、どんなに決算が良くても、その割高を是正するほどではないと思うのでね、ここから伸びていくと、ちょっとなかなか難しいなというふうに私は考えてます。注意しなきゃいけないのはコモディティとかオイルですよね。棺、こちら価格が非常に伸びているので、やっぱこの辺のね、価格上昇から、やっぱインフレ懸念とか、コスト増っていうところがね、まあ、非常に気になりますよね。今日も、コモディティ全体としては最高値を取っていったって感じですね。オイルも75ドルってことなんでね、こっちの方がやっぱ雇用統計より非常に気になりますね。で、今日は何といっても雇用統計ですね。予想よりも良い、雇用統計でした。で、こちらね、いつもの後藤さん、こちら、登録のチャンネル、動画詳細欄に貼っとくんでね、ぜひフォローしていただければと思うんですけども、こちらすごいわかりやすいですよね。予想が70万人に対して、今回85万人ってことなので、4月、5月はね、予想を大きく下回ったんですけども、6月85万人になりました。ただね、失業率がね、5.7%して悪かったんですよね、5.9%。これが適温と呼ばれる、ゆえんですよね。はい。で、一応、まあ、ここにも書いてあるんですけども、失業保険の増額、月額1000、200ドルかな、増額してたんですけども、まあ、共和党の州を中心に6月に打ち切ってるので、やはりその影響が出たんじゃないかっていう記事はちらほらあります。で、あとは、これですね、完全失業率。やっぱコロナ前って3.8とかだったんで、今5.9とかだったんで、やっぱ FRB 的には、で、しかもだいぶほら、落ち込みが緩やかになってきました。落ち込みっていうか、改善が緩やかになってきましたよね。なんで FRB 的にはやっぱりこの雇用が5.9%から、やっぱ4%近くになるまで引き続き、なんていうのかな。だからこれが3%とか4%とかと、やっぱ金融緩和はもういいよねってなるんですけど、まだ5.9って結構高いので、で、そこでまだ金融政策はね、まだこのまま、緩和の状態を続けるよっていうサインになるので、非常に、まあ、なんですか、まあ、マーケットとっては心地よい感じになったのかなと思います。で、あと、ここちょっと補足で入れたんですけども、特に賃金も、0.3%の増加、去年、前年度期3.6%の増加で、こちらも、こちらがね、あんまし予想を超えなかったんですよね。なんで、この辺もちょっとインフレそこまでないんだなっていうところもね、安心感としては一つ広がったのかなと思います。で、アナリストの意見ですけどもね。これなんだっけな。あ、そう、これね。ここ書いてあるんですけども、ちょっと英語は今日ちょっと時間かかっちゃったんで、もう読まないんですけども、とにかく今回の雇用の伸びたっていうのは、この労働力不足っていうのが少し緩和された。で、それ自体はやっぱそのインフレだったりとか、今後経済のね、その後退とかを少し打ち消す感じで、それは非常に良かったですよという意見がまずあります。で、もう一つは、これはすごくいいサインで、やっぱ、すごくなんつうのかな、雇用が進んだので、やっぱ景気が強い。これ自体はすごくいいことなんですよね。
でもやっぱ、その雇用が100万人とか200万人とかでもないし、失業率もやっぱ伸びてるので、FRB 的には全然この金融政策を、要は前倒しで金利引き上げたりとかそういう状況では全くないので、引き続き雇用っていうのは全然戻りきってないんですよっていうところでね、ここで書いてあるんですけども、どこだっけな。そうそう。I think it was one of these Goldilocks type of report って書いてあって、まあ、このゴルディロックス相場っていうのがあるんですけども、まあ、過熱もせず冷え込みもしない適度な状態にある相場のこと、適温相場とも言うっていうね、この野村証券からの引用なんですけど、まあ、こういった意見もね、ちょっと出始めてきたので、まあ、あとインフレだけですよね。雇用はまあ今非常にこう、なんつうのかな、すごく加速してるんだけど、失業率はまだ高いまんまなので、FRB は金融政策を変更しない。あとはインフレさえ落ち着いてくれば、非常にね、適温相場になるっていうことがね、期待されるんで、そうするとね、すごく長期的にね、いい相場になるかもしれないですね、というふうに今思ってます。ただやっぱ今一番こう、懸念があるのは、そのインフレだったり、あと、オイルですよね。OPEC の会合、今日やったみたいなんですけども、どうやらその全然こう、サウジアラビアかどこか反対したのかな？月曜日引き続きやるってことです。で、私もこれちょっとあんまし詳しくないんで、最近よく読んでるんですけども、どうやら、去年のコロナ相場で、石油の需要がなくなったじゃないですかね。一気にこう、不景気が来ちゃったので、その時に思いっきり減産したらしいんですよね。もうかなり減産したらしいんですよ。で、今回景気回復する中で、まだそのね、減産が続いてる。減産が続いてるんですね。だから、なんつうかな、オイル価格がやっぱその、需要に対して供給が減産したまんまだから価格が上がってますよ。なので、今 OPEC、サウジアラビアとかロシアとかね、石油産出国の国が今会議をしてるんですけども、この削減をやっぱ減らしていこう。削減を減らすっていうか、削減枠を縮小していこうっていう話をずっとしてます。で、今は、今、確かね、トータルで500万バレルぐらい削減してるらしいんですよね、通常より。で、これを8月から12月にかけて200万バレル、毎月40万バレルの、要は減産縮小、つまり増産していくっていうことを、まあ、提案したいんですけども、この辺がちょっとね、やっぱなんか今まだすごく揉めてるみたいで、結局この8月から12月にかけて、どんだけ減産枠を縮小できるかで、オイル価格が決まっていく。もし、どっかの反対とかで、減産が、できない場合、あ、ごめん、減産が続く場合とかは、やっぱオイルが価格が上がってきて、まあ、インフレが気になっていますよねっていうところなんでね、ここは結構今後ちょっと、OPEC とか石油とかの流れっていうのは非常に、結構気になるところだとは思います。はい。あと今日ちょっとね、少し一個だけ、これテックのチャンネルなんで面白いところなんですけども、イーロン・マスクがやってるね、スペース X にスターリンクっていう、ビジネスがあって、衛星からインターネットを受信するっていうのがスターリンクのビジネスなんですけども、まあその、まあ今スターリンクがどんだけ使えるかっていうのは私はあんま知らないんですけども、スターリンクのアンテナをつけた車が違反切符を切られましたっていうね、ちょっとなんか面白いニュースみたいなの出たんでね、ちょっとだけシェアさせていただきます。というわけでね、その他いろいろなんですけども、引き続きこのマーケットのコンセンサスがありますよね。だからこれはもう結局、今回の雇用統計って別にまあ、8月、9月にテーパリングの議論、金利政策の引き上げ話して、年末前後にテーパリング開始しますよっていうのが基本にある中で、今回の雇用統計は別にここをさらに前倒しするものではありませんでした。特に失業率も高いので、引き続きね、こんくらいの政策金、政策、あ、金、金融政策の緩和になるでしょうということなんで、まあ、非常に適温なんじゃないですかという感じになります。で、やっぱ結局今注目なのは、この政策金利が、まあ、2020年6月になるんじゃないかとか、もっともっとね、多くの引き上げがあるんじゃないか、まあ、CPI が伸びてきて、インフレが一時的でないってことになると、ここがどん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 前倒しになってくるので、やっぱ引き続きインフレっていうところが非常に注目になるかなというふうに思います。まあ、所感なんですけども、まあ、最終的なんですけども、基本的に雇用の状況はね、まず超ベースラインとして経済が加速してますっていうことが、もうダウ系、S&P 系全体的に超丸。すごくいいんですよね。で、労働供給不足も解消されたし、経済後退懸念っていうのは、まあ、一歩引いた。うん。で、失業率はまだ高いから、FRB はまあ、引き続き、急激な金融政策引き締めはせずに、まあ、この緩やかな、金融緩和、まあ、金融、緩やかな金融引き締めっていうのはやっていくでしょうってことですよね。なので適温相場になるんじゃないかってことが期待されてます。
まあ、GDP のね、情報修正も、6月末から7月で相次いだので、非常に今、いい状態だと思います。ダウ系もね、9月、12月、いい状態になってるかなと思います。唯一の懸念は、まあ、インフレが一時的かどうかの、まあ、議論になってくるんで、ここはね、来週以降、13日に向けて、ニュースとか記事がいっぱい出てくるんでね、その辺やっぱ注意しながらっていう感じですけども、今、まあ、どの記事、どのニュース見ても、まあ、私の個人的な感覚としても、ちょっと見通しは不透明だと思います。誰も正確に予想できている人がいないので、まあ、7月の消費者物価指数を開けるまでは、ちょっとびっくり玉手箱になる可能性がある。なんで、やっぱ、そのプロの方々っていうのは早く情報が出回るので、もしインフレが一時的でないみたいな情報が出回るのであれば、13日までにかけてね、それを織り込むように株価が下がっていったりとか、上がっていったりっていうところがあるので、まあ、引き続きインフレのニュースっていうのは、ここ1、2週間、非常に注目すべきじゃないかなというふうに思ってます。全体的にはただ、決算がべらぼうにいいので、私は7月はやや微増というイメージを持ってます。まあ、7月の決算いいことを受けて、6月ガンガンガンと上がってきたので、7月はまあそこはもう織り込み済みっていうことでね、まあ、やや微増っていう感じになるんじゃないかなというふうに、今考えてます。ただ、まあ、長期投資という意味ではね、スタンス変わらずに、まあ、6月の FOMC 前後でね、もうがっつり、まあ、多分仕込んだのが正解だったと思うので、私もすごくそこでほとんど仕込んでるので、基本的には何もせず、もしね、相場が一時的に急悪化して逆差し値とか引っかかってもそのまま放置して、まあ、8月、9月の、秋の時期をちょっと待とう。まあ、決算見てね、8月、9月待とうかなというのは基本的には変わりませんということなんで、まあ、どんだけニュース解説しても、まあ、見守りますぐらいな感じで、まあ、あとは決算見てね、少し銘柄を処分するかもなという話になります。はい。引き続きね、そうそうそう、来週月曜日は、まあ、世界は日曜日が独立記念日で、月曜日がそれを受けて休、あの、お休みでね、休場になるんでね、っていうなります。で、あと13日に消費者物価指数があるんで、そこの消費者物価指数を織り込んでね、ちょっと株価が、なんかギクシャクする可能性は少しあるなというふうに思って、まあ、とはいっても急落するほどではないと思いますけどもね。で、その後はね、それが明けたら、決算シーズンは非常にまたいい時期になりまして、その後ね、決算、8月1週目、2週目のグロースの決算が終わった後ね、材料出尽くしで、まあ、11日から、ジャクソンホールぐらいでね、ちょっとなんか、ギクシャクする相場が来るんじゃないかなというふうにね、私は今考えてます。はい。というわけでね、引き続きサポートいただけたら嬉しい。今日はね、ちょっと17分になっちゃったんですけども、7月3日、無事雇用統計通過、適温相場騰落か、残るインフレリスクってね、内容になりました。ではね、また明日の動画で、明日どうかな。ちょっと今からね、富山3日間行くんですよ。できれば決算の動画上げたいんですけども、富山って電波がなくて、ちょっと今悩んでるところですけどもね、頑張ってちょっと上げようと思うんでね、もしね、週末動画上がりましたら、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。ではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。